地下水。地下水とは、講義には、地表面より下にある水の総称であり、競技では、特に地下水面より深い場所では、耐水層と呼ばれる地層に、水が満たされて飽和しており、このような水だけが、地層水や、地下水と呼ばれ、地下水面より浅い場所で、土壌管に、水が満たされずに不飽和である場合は、その水は、土壌水と呼ばれる。このような競技では、 両者を含めた地表面より下にある水全体は地中水と呼ばれる。講義の地下水に対して河川や故障、溜池といった陸上にある水は漂流水と呼ばれる。地盤は水分を吸収する能力、性質を持っており、これを浸透能というが、この浸透能により地中に地下水が蓄えられることとなる。地下水は地表に流出して河川や池。 湖などの地表水を形成する。また、生活用水、農業用水、工業用水などに使用されたり、水温の高いものは温泉として利用されたりするなど、人間の生活活動、経済活動を支える重要な資源とされている。人間は井戸によって地下水を得ることが多い。一方、地下水は斜面崩壊、地滑り、土石流など自然災害の原因ともなっている。 地下水を扱う研究分野には、水門学や水理学などがある。なお、廃棄物の最終処分場において、その土壌に含まれる水については、地下水とは呼ばず、保有水という。処分場は、構造上、一般環境から隔離されており、その内部にのみ保有されているという意味である。地球に限定すれば、水は、地上や地下、 そして大気中を長い時間をかけて循環しており、地下深くに浸透した水が、観葉、流動、流出という過程を経て、再び地上に出現する大きな循環系を成している。このような地球規模での大きなスケールの循環では、地表面や大気中の水の循環は地表水循環系と呼ばれ、地面より下の水の循環は地下水循環系と呼ばれる。 地下水の大部分は大気中の水分が雨や雪などの形で地表面に降水となって降ることで地面のもとに流入する。降水に限らずこのように何らかの水が地下への流入することが寛容である。天水とも呼ばれる降水は地表の浸透能によって多くが地中に浸透する。海水を由来とする地下水もある。太古に海だった地域が 長い年月の間に陸となり、海水が地中に残存して地下水となったものである。こうした地下水を化石水といい、アメリカ中西部プレーリー平原の化石水が代表的なものである。化石水は数千万年数億年前に形成されたと見られている。化石水はもともと海水だったため、塩分を多量に含む塩水であることが多く、 人間にとって利用しにくい地下水であるが、東京都内や川崎、横浜市内の天然温泉は化石水が温められたものである。また、プレートテクトニクスに由来する地下水もある。大陸プレートが海溝などで他の大陸プレートの下部へ潜り込む際、周辺の海水も一緒に引きずり込まれる。地殻内部へ引きずり込まれた海水はマグマ熱などにより地表近くへ上昇して、 地下水となるものもある。こうした地下水は高温であることが多く、温泉を形成することがよく見られる。地中へ浸透した直後の地下水は、その場に完全に止まるようなことは、ほとんどなく、不飽和水であれば、比較的早期に地上へ蒸発したり湧き出したりするが、さらに深く浸透して飽和水となれば、土の粒子間をゆっくりと流れて、途中を 遠くまで移動してゆくことになる。流量の多い地下水は、循環地下水と呼ばれ、流量が少なく一箇所に滞留したままの地下水は、化石水と呼ばれて区別されることがある。耐水層の中の地下水はゆっくりと流れ、おおむねついたちに数センチメートルから数百メートル、平均では1メートル、日どである。一般に不圧地下水、口述は非圧地下水に比べて、早く流れ、 特に河川に沿って流れる。地下水は地上の流れに似た動きで、比較的早く流れる。反対に、気圧地下水の流れは遅く、ほとんど停滞しているものもある。地下水の流速を求めるには、1856年にフランス人技術者アンリ・ダルシーが発見したダルシーの法則が用いられる。透水係数と洞水勾配はその地層の地質構造に、 左右されるが、地質構造を明らかとするには、実際に現地で調査を行うほかない。そのため、地下水の実態把握には、現地調査が重要である。その調査方法としては、井戸やボーリング庫を掘って、地中を調べる方法、地中に電流を通して、電気伝導率を調べる方法、pH、スヨン、弾性波で調べる方法などがあるが、 最も効果を上げているのが地下水に含まれる水素の同位体であるトリチウムを測定して調査する方法である。この同位体測定法により実際の地下水の流速や流動方向などが地域によってはかなり詳細に判明することもある。地中を観察すると砂や土の粒子の感激に水が浸透している。この時水が完全に満たされていない状態 不飽和状態であれば、土壌水と呼ばれ、粒子の間撃に水が完全に満たされた状態、飽和状態であれば、地層水や間撃水、地下水と呼ばれる。土壌水と地下水との境界は、地下水面と呼ばれる。地下水面には、井戸、または掘削口中に現れる水面としての定義も、ある。地下水面を境として、上部、土壌水の存在する部分を不飽和体。 下部、地下水の存在するところを、飽和体、または、耐水槽と呼ぶこともある。さらに不飽和体を2分し、その下部を、毛寒水体、その上部を潜水水体と呼ぶこともある。耐水槽の厚みや状態、水自身の流動によって、地下水面の高さには、凹凸が生じる。地下水面より、上の不飽和体内と、地下水面にある水は、 不飽和体内の土壌の感激を経て、地上と通じているために、大気圧とほぼ同じ圧力状態にあり、不圧地下水や自由地下水と呼ばれる。地下水面より下にある飽和体内の水は、周囲の土壌や水自身の重みによって圧力を受けるために、大気圧より高い圧力状態となっており、非圧地下水と呼ばれる。地下水面より、 下の地下水は面的あるいは空間的に存在している。地下水脈という概念があるが、地下水を線的なものとして捉えるのは正確ではない。ただし、カルストなどの岩盤中の地下水は線的な不存状況を示す場合もある。平野部には数十メートルを超える井戸が多数存在し、溶水を行っている。また、地下水は地層構造により、第一体水層、 第二体水槽等の育層にも分かれて重なっている。地下水流向きは同一平面位置であっても各体水層によって異なる場合が多く、全く逆方向の流向きも珍しくない。一定地域内に存在する地下水の量は関用や宝地下を経由しての流入によって増加し、地表への流出や地下を経由しての流出によって減少する。このような地下水の量は 地上でのダムなどと同様に貯留量で表現される。地下深くに溜まっている大量の地下水の中には流入量が少ないものがあり、井戸などによって人工的に大量の水を汲み出すと貯留量は急速に減少し、場合によっては枯渇する。地下水が地下に溜まっている平均時間は滞流時間と呼ばれ、想定される貯留量と流動量から計算される。 オーストラリアの第三世盆地では110万年以上、黒部川扇状地の砂丘では0.14年と推定されている。地下水、ポテンシャル、流体ポテンシャル、水理ポテンシャルとも言うとは、ある地中点における地下水の存在状態のことである。水理学では、ポテンシャル概念を水筒と呼ぶ。地下水ポテンシャルは、速度、密度、高度、 圧力の4つの物理量を変数、スカラーとするが、現実的に速度は無視できるほど非常に遅いので除外できる。また、観測対象地域の各観測点の密度の違いも無視できるほどであるため、地下水ポテンシャルは高度、位置エネルギーと圧力のポテンシャルのは、すなわち次の数式で禁じできる。 ある地下水が地下水ポテンシャルの高い観測点 A から低い観測点 B に移動した場合 AB 間の地下水ポテンシャルの差は運動エネルギーおよび両地点間にある地層による摩擦を受けて熱エネルギーとなるエネルギー保存の法則から観測点 B の地下水ポテンシャル運動エネルギーおよび発生した熱エネルギーの和は観測点 A の地下水ポテンシャルと等しいすなわち 地下水の運動エネルギーは地下水ポテンシャルの差によって生じ、地下水は地下水ポテンシャルの高い方から低い方へ流れると言える。これを慣例的にポテンシャル流れという。地下水ポテンシャルは井戸を掘ることで測定することができる。ある任意の基準面から井戸の中の水位までの高さが地下水ポテンシャルの高さを表す。この時、井戸の中の水位を地下水位ということもある。 地下水ポテンシャルイコール地下水位は同一地点であっても深度方向によって異なる。例えば低標高の平野部では浅い地層よりも深い地層の方が地下水ポテンシャルイコール地下水位が高い場合が多く、深い井戸を掘ると地下水位が地表面より高くなることさえある。こうした自噴する井戸を自噴位という地下水位と地下水面は よく似た用語であるが厳密には異なる。地下水位は地下水ポテンシャルの大きさを表す用語であるのに対し、地下水面は地下水帯水槽の上部境界を示す用語である。短期的に見れば地下水面の位置は一定だが、地下水位は深度によって異なる。なお、地下水面は地下水ポテンシャルイコール重力ポテンシャルとなる点の連続面と定義することもでき、地下水面上では 地下水面と地下水位が等しくなる。透水層が地上面に露出していたり、井戸などの設備で人工的に組み上げたりすることで地下水の流出が生じる。また、特に深い地下にあって南灯水層に挟まれた透水層内の水はかなり高い圧力を受けることがあり、この透水層が地表面近くになるとわずかな深さの井戸でも地表へ水が噴き上がる。地封に。 自噴性となる。負圧地下水、自由地下水の存在する地下まで掘られた比較的浅い井戸は、浅イド非圧地下水の存在する地下まで掘られた比較的深い、井戸は、深い度と呼ばれることがある。地下水は、特徴や水の対比等を目的として、いくつかの視点から分類されている。なお地下水の不存状態の区分については、耐水層を参照のこと。ここでは、 水質区分について記述する。全塩類濃度により、以下の3つに分けることは、最も多く行われている。塩水、海水や、化石塩水、化石海水とも言うとの交換、塩基地間、などの水質変化、進行現象を解釈する際に、以下のような投量比で区分する。これらにより、塩基地間、炭酸の変化、有機物の分解、酸化還元などを、 地下水と地層の接触時間や滞留時間等の解析として用いられる。溶存成分により仮想的な結合を考え、その塩類によって区分を行う。これは温泉の区分で行われている方法である。高工業の発展に伴い地下水が汚染される例が多く地域で見られる。日本においては汚染水を地下に浸透させることを禁止してからあまり、 年月が経っていない。例えば、大阪の鉱山保安法適用事業所において、地下55メートル付近もの深部において汚染が確認されており、人間の経済活動が正常な地下水を利用し、汚染してきた歴史の悪霊である。さらに、健全な水循環は人間活動を行う上で必須の条件であり、都市部といえども緊急時においては、 正常な地下水の確保が生命線となるので、都市における地下水環境保全が求められている。世界的に見れば、20億人以上が飲用水や灌漑用水を地下水に依存するなど、地下水源への海洋量を上回る水利用が行われており、環境の次元爆弾とも呼ばれている。今後100年以内に完全に補充される地下水は供給量全体の半分にとどまるという、 研究結果も提示されている。地下水を専門とする学問分野として地下水学があり、地下水学での地下水に関する資源探査の方法は次の3つに対別できる。地下水を長期にわたって最大の利益を得るように利用するために地下水を保全する視点を持つ必要がある。特に地下水は地下水の特徴から来る制約事項がある。利用できる。 地下水の量は必ずしも関容量と等しくない。地下水の用水により様々な障害が発生しない量が利用量すなわち資源量となる。例えば南関東地域や農美平野で見られる広域地盤沈下は関容されにくい粘土層中の間劇水を用水により絞り出すことで発生した。水循環における関容量を超えなくとも地盤沈下は発生する。 この場合の資源量は、地盤沈下を発生させない地下水低下量、用水量が地下水資源量となる。また個別の井戸の用水量ではなく、地域の用水量となることにも注意が必要である。昭和40年代頃より、地下水は公共財的性格が強い。地下水は流動し、私有地に滞留しているものではない。水循環の一翼を担う。 周辺も含めた土地の環境機能の根幹をなすとする立場の推論と土地所有者が井戸などを設置して個人的に利用できるものであることから私的財産に含まれるとする私推論が議論されている昭和30年代頃より激しくなった地盤沈下の原因が地下水の用水によるものと結論付けられた昭和40年代頃より始まった議論である法的には 土地の所有権について、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ民法207条としていることから、地下水は、私有財産とされているが、香水とする判例も出ている。現在まで国の各省庁による議論が行われてきたが、定まった統一された地下水に関する考え方はない。同様の議論は、土壌、特に土壌汚染対策において、 土壌環境機能を将来にわたり制限してしまうことについて土壌環境機能の公共性と土地そのものを構成する物質としての私有財産の議論がある。土壌は地下水のように移動せずまた土地を構成する主体であることから公共性については概念のみ提案されている。1990年代の中頃より地下水汚染が各地で表面化し それまでの地盤沈下防止対策、そして世論の環境意識の向上により、地下水を降水として考える社会的背景が形成されてきている。一方、土地所有権を地盤を所有する権利という視点に立てば、地下水は地盤を構成する3要素、1、岩石、土粒子等の固体、2、地下水等の液体、3、空気等の気体のうちの一つと考えられることから、 地下水は土地所有権に付随するものという概念は今なお残されていることに留意が必要である。なお地下水は自由に流動する液体であることから私有財産に相当しないとする考え方もある。参考文献日本では戦前第二次世界大戦前より工業用水として安価な地下水が利用されてきた。工業化の進む1960年代頃より 関東、農美島の地域で広域な地盤沈下が確認され、海面よりも低い地域、海抜ゼロメートル地帯が出現した。地下水が大規模公害問題として注目された最初の例である。地盤沈下では多くで不当沈下が起き、相対的に浮き上がる埋設物も,もある。各地で地下水の用水を規制する条例が制定され、地盤沈下は沈静化していった。 揚水規制が行われた以降、低下していた地下水位の回復が見られ始めた。沈下は抑制される一方、地下水位の低い時期に地下に設置された構造物にいくつかの問題が発生し始めた。例えば東京では地下室の浮上、東京駅地下エリアや地下埋設管路への地下水流入などが発生し、対策工事が行われている。 産業活動に伴う各種の化学物質等による汚染が各所で発生している。例えば農業で使用する農薬や工業等により排出される廃棄物が地中に浸潤することで地下水汚染は発生している。有害物質を含む地下水が川や池等に流れ込むと地下水に含まれていた。有害物質は凝集沈殿し、水底に堆積する。低質に 多くの有害物質が蓄積されると低質汚染が引き起こされる。水底や低質に生きる動植物が体内で有害物質を濃縮蓄積し食物連鎖を通してさらに高濃度の有害物質が動物の体内で形成さる。これらを人が食することで人への健康被害が懸念されている。近年、日本国内の良質な地下水、 恐竜水の一部も含むと言われているを輸出するため、国外企業が経済的に疲弊している林業事業者から大規模に森林を購入していることが明らかとなった。日本には規制する法令等が未整備であることから大量の採水が行われ、大量に境外に出されることにより水循環を阻害することが危惧されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。